が足を踏むたびに草原は広がっていった。ボビンケースから紡ぎ出されるヤシの糸、モンゴルの脳を駆け巡る青木を髪を縫い付けて吠えかかる日を、ミシンは夢見た。足踏みと草原をつなぐ宿命のベートが外れない限り、一台のミシンは世界を手にするはずだった。ミシンが夢を見た日、その男が産声を上げた。寝たところが寝床になるのです。寝たところ
しがない洋服屋でございました。聞いたことがないね。先生、この老人形はゼベット兄さん。ジンギスカンの親父ですから、またファッションデザイナーでした。ジンギスカンって料理屋じゃなかった？ほら、人が何をやっていたかなんてことは人生の答えにならない。どうとも音楽で語らないで。世界最大の征服者ジンギスカンの誕生を父親は喜びませんでした。どうしてわかる？長篠の民族は我が子の誕生が気に入らないと名前をつけないんですって。何を喜べというのが誕生ですよ。誰の？この子の。どうして？父親じゃありませんか。誰が？あなたが。出かけてくる。夕飯は？外で来る。出かける前に名前だけをつけてください。夕飯前に。それでいい。そんな言い訳のこと。名前はもう考えてあるんだ。本当なの？あなた、ゴムサデテムジ。テムジ？むごい。この前うちの主さん、仇のデザイナーの名前をこの子に作るなんて。もう役所に届けも出すな。この子には一生死んだ方の名前を背負って生きようというのね。おい、貸してみろそのガキを。おい、やめてよ、やめてよ。ラッパやれてるし、うちをただの洋服屋だと思ってくれるなよ。青き狼の血を引いた洋服屋だ。青き狼？それはお前が生まれる遠い昔、世界中に流行したブランド名だ。そればかりではないぞ。白いメジカの血も流れている。白いメジカ？白いメジカは世界中を席巻した幻のファッションモデルだ。青木建英が白い横糸をミシンのリズムで紡いでいくんだね。天才デザイナーの青木狼と幻のモデルの白いメジカは天からやってきた。二人は慌ただしいファッションショーの楽屋であっという間に結ばれ、こう作った。それがこの洋服屋の祖先だ。それが親父からもらったたった一つの話だった。俺の大好きな話、草原をかける狼。俺にはそれ以外の言葉はいらない。俺には青木狼の血が流れているんだ。ぼーっとするな、手口。飯にもかけろ。主役には引っ越すよ。父さんはどうしてちゃんとした店を出さないんだ。流行仕事は一所にならない。2ヶ月もするとすぐ飽きたように店を畳んで他へ行ってさ。流行は羊なんだ。羊たちの行きたいところについてそこに流行りが見つかるんだ。羊任せ。洋服屋の洋の字は羊でできてる。洋服屋の主体性は主体性。どこで覚えたそんな言葉を。今度行った学校さ。エムジ、今日は俺が学校よりもすげえことを教えてやる。おい、なんだと思う、天使。風見だろ。バカ野郎。世界地図、学校で教わったのとは違う。あの世界地図はソ連の陰謀だったんだ。やたらソ連が大きかったろ。羊で越野、羊で花江、羊で関西、羊で伊勢。おお、これが本当の世界か。そうだ。世界には羊しかいないのか。ああ、今世界で一番でけえ羊のがこの羊で関だ。こいつをやっちまえば、多分世界を牛耳れるってもんだよ。でも、世界は本当にこれだけかい？何？この型紙の外の世界はないのか？ない。俺はあると思う。世界は羊だけだとは思わない。ないと言ったらない。第一、世界が羊のことばかりを考えていたら眠りに落ちるもんだよ。世界が夢の中に入っていってしまう。羊が入ってき、羊が入ってき、着不愉快だ。どこに行くの？わし、こら！夕飯は？ここで食え！羊で体をやっちまうって、どういうことだい、ケンパツ。え？店を潰すってことかい。やっちまうっていうのは、やっちまうってことだよ。まさかお前。なんで？え？知らないの？洋服屋のせがれのくせに。だって親父めったに口聞いてくれねえか。ファッション戦争を比喩だと思っているってやつがいるって聞いたけれども、あんたがそれだね。本当にやってるんだよ。やってるって？戦争だ。殺し合いをしてるんだよ、デザイナー同士。まずは相手の型紙を盗むらしいよ。ジプシーとデザイナーは盗むことは許されているんだ。そして盗んだ以上は、ギャッ、ああ、殺すんだよ。
殺すってデザイナーを。バカ、一族もろともだ。デザイナーの弟子はどうなるの。報復すればギャグに使ってもらえる。すなわちお構いされる。デザイナー専属のモデルは、私たちは力のあるデザイナーにつくだけよ。それが極め族の起きてよ。お前のおふくろさんだってそうだぞ。え、おふくろさんが昔モデルやってたの知ってるか。初耳だ。モデルだったトワさんは新婚早々の頃、敵のボタンに乗っ取られて、この深谷の今度の世界へ連れて行かれた。お前に、お前に、の力を逃げ出して、やがて、トワさんをガシッ取り返した。ところがだ、帰ってきたトワさんの様子がおかしい。吐き気、めまい、酸っぱいものが食べたいわって、なんだか分かる。あらんでたんだよ、なんてこった。それから親方、この片髪の外の世界のことはしゃべりたくない。世界をこのように気になっちまって、いつにだけと暮らしてんだよな。バカ、あんた原発、人質になったおふくろが戻ってきたらはらんでた。俺は誰の子だ。いや、まあこの世界ではね、誰が父親なんて問題ないわ。そう、気にすんな。そう、気にしない。何もお前、チュアドラしてんの親方だけじゃないぞ。そうよ、親父なんていくらでもいるじゃないの。俺の親父はあいつじゃなきゃいけないんだ。え、あんなに冷たい親父をこんなに慕っていたなんて。違う、俺は青木おかみが好きなんだ。学校にもろくすっぽいけない、言葉も知らない。俺が覚えたのはミシンのリズムだけだ。俺には杖ってものが辛くしない。このバーの中には本も雑誌もない、型紙だけだ。世間の奴らみたいに話もたくさん知らない。でも、あの青木おかみの話を聞くと、こう、なんていうかな、こう、おーって声が出る。一つきりなんだ俺の物語は。それもとびっきり素敵な天からやってきた青木おかみだ。そんな血が俺に流れている、それだけが俺の誇りなんだ。そんな血が、狼の血が俺に流れているはずだったのに、俺があの親父の血を引いてなかったら、青木狼はどこをさまよっているんだ。お帰りなさい。どうしたんだい、真っ赤の服なんか着て。血で染めた。誰の。俺の血だ。うえ、うえ、親方、どうだろう、パイヤー、パチンコに行ったんじゃないの。親方、パチンコに行くと言ったら、敵のデザインを盗みに出たんですよ。スリッパの音が聞こえないから。カンダだ、追ってきたぞ。緑の草原に点々と赤い血が。やめてください。俺の死も近づいてきた。我々で死はどうすればいいんです。共に死ぬか、嫌なら奴らの早めくになるまでだ。私はどうする。共に死にます。よく言ってください。ケムジンはどうした。俺の殺されケムジンは。どこだ。どこだ。そこにいます。もう近くのものが見えない。けれど、川に遠くがはっきりと見える。遠く？未来だ。お前がもし青木狼の末裔なら、世界を征服しよう。世界中に青木狼のブランドを着せるのだ。誰もが同じ服を着てこそ本当の征服だ。世界を征服するということは、世界中に同じ服を着せるということだ。どんな成功だい。もうモンゴルの青い空のような制服を作るのだ。モンゴルの空の青さは青木王冠の青さなんだね。父さん、一つだけ教えてくれ。俺はあんたの子なのか、俺は青木王冠の末裔なのか。世界に制服を着せるのだ。その時、お前は青木王冠なんだ。Ha ha ha!
鉄骨だ。これから鉄骨パンクこそはいい。やだ。おめえ言葉を教えておやり。あききが鉄骨パンクこでありむすわいすわ。ほら、どうしてそんなこと言わなきゃいけないんだ。この自由度はこのガイドの目の届く範囲です。それが安全な目の
らぬ土地では自分のこと目羊だと思ってください。あたし目の届かないところに行きたいわ。全然そうだね、他人の目が届かなければ何でもできるかもしれない。それを自由とは呼びません、好き勝手と呼びます。好き勝手こそ恋人たちの口癖だ。そう、私いつも先生に聞くわ、私のこと好き勝手。好きさ好きさ、もう僕こそ聞きたい、もう僕のこと好き勝手。全然私目の届かないところで待ってる。そうだね、他人の目が届かなければ何でもできるもんね。やる先生。ちょっと言うと好き勝手を取り違えちゃいけませんよ。恋人たちの自由は与えられるものじゃないんだ、奪い取るものなんだ。おーイエーイ。ちょっと、あ、お客さん、あ、私はね、モンゴルの草原の怪魚ですよ。この草原は一応私がよく分かってるつもりなんです。舐めてはいけませんよ。この私が当たり出場作業なんだったら困るのはあなたたちなんですからね。買い物に行こう。その前にトイレに行こう。この上でも食べに行こうかよ。何言ってんの、一人ずつ行こう。だって私たちツアーの者どもなのよ。俺は本物の旅がしたいんで。どんな旅よ。風に吹かれるような旅さ。パラララ。竜巻の日は大変じゃない、くるくる回っちゃって。あ、風のない日も困るよ、どこにも動けないんだもの。ジンギスカンなんて何だか自由の旅じゃん。なんてつまんねえ旅なんだよ。私たちの卒業旅行にケチつける気。朝からやったこと考えてみろよ。考えるな、私が。今日一日僕がやったこと、見学、食事、トイレ。そんなこと弾き語りにしてどうするのよ。これじゃまるで言いたかる。分かったわ、あんた一人で旅しなさいよ。少し話聞こうよ。あんた洗脳されやすいんだから。街頭で引っかからなかったことないでしょ、あんたの。のどこへも行くんじゃない。旅をすることがどういうことなのかはっきりするまでは一歩もこのパワーを取って出る。内部から外部を夢に。それでそれが大切なことか、俺は今目覚めた。そういうことは日本にいるとき目覚めてよ。せーらろうだね、ちちちち。これも動いたな。ワインを開けてどうするの。あ、違った。本気だぞ。平気よ、話の流れで刺されちゃうよ。ちょっと自由を与えると好き勝手しやがる。じきに15分の自由時間なんて終わりますよーだ。じきに15分の自由時間なんて終わりますよ。もう15分？あんたのおかげで買い物もできなかったじゃない。俺の自由はこれからだ。おい、何してるんだ君。俺は日本政府に要求する。俺を死なせたくなかったら今すぐ全ての旅を禁止させろ。旅というものが何なのかはっきりするまで。日本政府は関係ないでしょ。そしたら我々と共に行くというジンギスカンに要求する。ジンギスカン、君はなぜ旅をするのか答えろ。イニシエの旅人、お前にとって旅とは何だ。フリフリ、何よそのペンライト。私、あなたを支援します。バカ野郎、俺はツアリストじゃないぞ。俺はなイニシエの草原を旅するツアモノどもになりたいんだ。キルセのイタリアツアリスト。あ、15分の10時間終わりました。あ、楽しかった。結構ね。さあ、ジネパンに向かいますよ。最後のチャンスですよ。今ならまだ何もなかったことになります。さあ、あなたも羊なら、このガイドが与えた羊の柵の中の出来事として戻ってらっしゃい。さあ、早くね。私の視力が。どうしました。目の届かないところに行ってしまったんだ。どこに。だから見えなくなったんだ。まず足元が揺れて、大地が揺れて、遥けく遥かな草原に何十万機という馬に乗ってモンゴルの兵士たちが揺れて見えた。それ蜃気楼でしょ。その揺れる景色を見るうちに、こちらまでが揺れてきた。じきにどちらが揺れてどちらが蜃気楼なのかわからないほどめまいがしたとき、私の隣で揺れていたシルクがモンゴルの草原にわーって吸い込まれていったんだ。さらわれたの。治安が悪いのよこの辺。私のシルクは
目の届かないところに行ってしまったんだ。なんだか俺たちまで揺れ始めたぞ。違う、我々は揺れていない。揺れて見えるのはモンゴルの草原だ。お前たちの好き勝手にこのモンゴルの草原が起こり始めたんだ。そしてその好き勝手にこの私の目も届かなくなるだろう。届かなくなるだろうってどういうこと？こういうことだ。うわあ、羊で体が燃え尽くしているんです。あの男死んだのかい？この草原のファッション界をガイドを引いた男が死んだのね。テムジンはどうしてる？あの子は風神よ。お前この間たちから気がするような道を踏んでいる。この海面で羊で吐けたらあの子の右手の者はもういない。テムジンのミシンが体をやっつけた時が来たんだ。着るは着る。
生きるは生きるだ。生きとし生けるものに死がなすように、服を着た者は全て脱ぐんです。死は生きた者が生を脱ぎ放つことです。だから死にはエロスだ。脱ぐとエロスが。口車痩せるんじゃないよ。この男の首も跳ねちまいな。さねえ言葉よ。おめえ一人とってません。美しい言葉だけが、はい、力を与えます。よし、くどいてみせる。汚ねえ言葉を使って。おい、よくここに来たね。私は綺麗だ。剣もほろろ、汚ねえ言葉ではおめえ一人届けません。なんて生意気だ。手文字、困ってくださいな。待て待て、指輪が出るのはいつでもできる。シルク、他のモデルもみんな俺に命越した。何年もするから助けて。私は何もしません。俺とやれ。やれば助かる。俺も助かる。嫌です。死にたいのか。死にたくもないし、やられるのも嫌。下がれ。ゲッパーズ。はい。見たか、あの肌。牢のように透き通ってます。俺はあの女とやりたい。やらせてくれたら、お前の命も助けよう。どうだ、ケッパーズ。一発。そういう言葉遣いでは、一生やらないでしょう。やりたいからやりたいと言って、なぜ悪い。それですぐにやらせる女はサポーターの女とモデルだけです。俺はそうやって征服した先々のトップモデルとやってきた。肌悪うでも、あの目のところはモデルだろ。しかしそれでは、あのシルクは、カキーン、落とせない。ああ、落としてきた。ああ、何百人も、テムジンと名を言うだけで、女たちは震え上がって、股をバカーと開いた。しかしそれは心を開かない。心は開かなくても、力で股を広げる。ちょっと心が閉じる。はいはいはい。いいですか、羊臭い女たちとあのシルクは違うんですよ。じゃあどうすればよい。美しい言葉に変える。どうやって。私が盗んできた言葉は手紙と言います。手紙。口から出る言葉というものは一ところにとどまりません。けれど手紙という言葉はここにとどまる。言葉が定職につくのか。そうです。言葉が一ところに田んぼ暮らしを始めるんだな。はい。俺は長篠の民族だ。とどまる言葉などいらん。鍵。しかし、あのシルクを落としたいなら手紙であれを渡りなさい。その字が書ける。あ、だったら、なんだ、始まりだけは代わりに私が書きましょう。おお、つけと。わかった。シュ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 。はい、今日も初めて見た日の笑顔でお暮らしですか。僕は長い間このモンゴルの草原の転校生でした。転校生にはいつも初めての日があります。初めての学校の初めての校舎で初めての教室へ行くまでのあの長い廊下、その廊下だけはどこへ行っても同じくらい長いのです。校庭に弾む声を耳にすると逃げ出したくなります。やがて教室の引き戸を開け自己紹介をします。僕の顔は凍りついたままです。迎えてくれる仲間は珍しい動物でも見るように僕を見ます。転校してばかりいると人を好きになるのに臆病になります。別れが来るのを知っているから。けれど初めて見た笑顔を愛してしまうことがあります。やがて別れが来るのを忘れてその笑顔を好きになってしまうことがあります。あの春の日の教室であなたを見た僕がそうでした。あれからこの一人の洋服屋は月が出るとモンゴルの草原で銀色の夜を塗っています。夜が銀色に見えたらそれは初めて僕があなたに贈る指輪です。これってもにがしいて。はい。あの人見た感じはこんなものかけそうにもないのに。聞いていただけましたか。好きになったわ。あの方を。見た目のあの人は今でも嫌い。でもここにとどまるこの手紙が好き。この手紙を書いたあの人が。複雑な心境です。どうすればいい。私どう伝えればいいかしら。あの人にお返事を書かれてはいかがでしょう。モデルが字を書ける
チェリーを私は素敵な手紙をありがとうって自分に礼状を書くんです。いいのに、あなたにバカ呼ばわりされたくはないんだ。決発、はい、はいはいはい、返事だ、返事、返事が来た。何ですか、返事が来た。なんで書いてるんですか、なんで、なんで、なんで読め。はい、はい、銀色のつづれ折りありがたく頂戴いたしました。つづれ折りのほつれた一本の糸さえ惜しく感じます。シールか、あー、それだよ。はい、俺はあんなにも広大な手紙を書いたというのに。テムジン、これ何ですか。モンゴルの大草原ですね。広いでしょう。ああけどね、手紙は草原じゃないんです。広く長ければ良いというものではないんです。いいですか、手紙は海です。海など見たことない。そう、あなたの知らない海にはフーカーさというものがあります。その深さを読み取るのが手紙です。ガラ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 、よいしょ、井戸だと思えばよいのか。そうです。ならば何が組み出せる、その手紙から。一本の糸さえ欲しい、糸さえ欲しい、糸欲しい、ほらもうあなたを愛おしいと。好きなら好きとはっきり書け。だったらガッツンガッツンやってやるぞ。これが送り返したというものです。とにかく俺は好きなんだな。そのようです。ならばすぐ返事を書け。はい、あなたから帰ってくる手紙の待ち遠しさ、そしてその永遠、永遠、あなたの手紙を読むときの切なさ、そしてその刹那、刹那、永遠の刹那がモンゴルの草原の地の果てで溶け合う。いただいたあなたの手紙への私の返事、その返事に返してくださるあなたのお返事、それに返す私の言葉、それを拾って返してくださるあなたのお返事、まるでお城の一つずつの石のようにうず高く積まれていきます。その二人の言葉はモンサト万里、万里の城のように地の果てに続いていくのでしょう。あなたが永遠で私が刹那なのか、あなたが刹那で私が永遠なのか、あなたが空で私が草原の大地なのか、あなたが草原の大地で私が空なのか。私にそれは分からないけれど、確かに二人は地の果てで溶け合う。万里の城を越えた地の果てでいつか溶け合う。素敵よ、素敵ママ。あ、ちょっとやめてくださいよ。返事が書けないじゃないですか。ごめん、素敵よ、素敵だわ。素敵なことは分かるけど、どういう意味。だからいつか二人は溶け合うんですよ。私たち老人形じゃないのよ。どう溶け合えばいいの。人間らしく溶け合うんですよ。まさかそういうことなの。早く返事を書いてよ。たまには自分で書いたことなんです。何よ、何怒ってんのよ。別にいいですわよ、書きますわよ自分で。そうしてください。来てのキーは、ありがとう。来てのテーマ、ありがとう、自分でかけたわ。来て、全部俺の字じゃないか。リボン、やっぱりあんたモデルだ。ただのバカだ、バカモデル、モデルバカ。どうしてモデルはもうみんなバカなんだ。こんな美しい髪をして、こんな美しい肌をしてるのに、生まれた時からバカなのか、それとも美しさが人間をバカにするのか、どっちなんだよ。何を逆上してるの。俺はね、あなたが体のところでトップモデルをしちゃった時からあなたのことを見てきた。楽屋の口から舞台の上のあなたをずっと見てきた。あなたは他のモデルとは違って輝いていた。あなたのステージの上を歩くと蘭の花が咲き誇るようだった。何よりもあなたは人々を
無垢な色をしていた。無垢って言う？どうしてそういう話の落とし方をするんです。バカだと分かったら嫌いになった。なりたい、嫌いになりたい。俺の知性がお前ならバカな女に惚れるはずがないんだ。だがどうしてだろう、心が惹かれてしまう。ああもう狂った時代のものだ。愛の力は磁場を変える。知性を知る子に同じかと、もう何百年も経てない。ああもう苦しいぐらいに心が枯れて、琴の葉がちっさ。そこで終わってるの？素敵よ、今までの手紙の中でも一番素敵。でもじ、なんて切ないの。喉の奥、胸につながる少し手前、ここのところが詰まったみたいに苦しい。誰もが恋に落ちるとこうなるの。セレジー、今の手紙じゃん。そうね、手紙とは言えないわ。手紙じゃなくて、私にとってはセン君そのものだったわ。豚が鳴いたよ。誰かしら、こんなに遅く。隠れて血髪。どうしてこれは魔王じゃないの。痛くない腹をかつられたくないのよ。なんでこういう時だけ知恵が働く。テムジンだ、入っていいか。ええ、はい、入った。入り続けていいか。ええ、入ったままでいて。入ったままでいい。手紙と違って動きは少ないのね。君こそいつも手紙ありよ。あなたこそどこであの美しい言葉を覚えたの。羊飼いとデザイナーはみんな桃だと思ってたわ。言葉は戦場とフェイスブックで覚え。戦場には銀色の夜があり、草原の転校生がいるのよね。え、そんなものがいるのか、びっくり。他にはどんな言葉を知ってるの。戦場なお、画像アップ、ブログ炎上。おかしい。おかしいかい。だってわざとレベルを落とすんです。君こそどこであんな知恵をつけた。知恵は人生が教えてくれるって逆上してたんだ。そろそろいいかい。何を。やろう。同じ人とは思えなかった。そこに入れば男だって変わるものです。そこに入って獣になってこそ男の中の男です。違うのよ、言葉が違うのよ。次の戦が近づくとテムジンは言葉を失います。テムジンは象を特殊に長けた男なんです。愛に弱いんですよ。だったらどうして手紙が届くの。毎晩のように熱意を出されたように、返事だけでバーニーの長い城壁ができるほど。見てよ、このバーニーの長い城はあなたへの造形だ。知力、決して越えていくことができない。知力への道のり、あなたへの道のり、この万里の長き城を越えて地の果てへ時にしまいたいのは本当はテムジンじゃなくて。テムジンではなくて誰だっていうの。結婚しましょう。あなたにプロポーズされても仕方ないよ。あ、いえいえ、今のはテムジンからの手紙ですよ。本当だと。私が結婚しましょうって書いて入り込んでいただけば、その意味はこういうことになるんです。どういうことなの。早くテムジンに落ち着いてほしいんですよ。どうして。あのテムジンのあなたに嘘を抜かしてる間に返品が続いてるんですよ。返品。絹という新しい袖に羊が押されてるんです。羊が絹にメロメロにやられちゃってるんですよ。絹、その響きどこかで聞いたことがある。シルク、あなたを知ったテムジンが他のモデルに思いを馳せることがなくなったように。いいですか、絹を着始めた者たちは、あら、こんなもの着れないまで、ああ羊草なんて言い始めて、ご覧ください、今返品の山。それではこれは全て返品の山なの。そう、そしてこの頂上を越えた先に絹の国があります。絹の国、思い出したわ、そこが私の祖国だったのよ。旅とは何かはっきりしろ。ここまで言ったのよ。言いましたが、
あなたのペンライトを振ったんだ。あなたうちとね、相性が合うって思ったの。ジンギスカンに喧嘩を売ったのはまずだったのね。それで呪われたというのか。あなたテレビ見たことないの。世の中の異常現象は全て霊の力で起こっているのよ。栄光を信じてなかったってどんな霊になるのかな。いいか、これは現実だ。旅先で街路貸しに女性が連れ去られた。それだけだ。それだけだと言ったか。はい。わしのシルクがそれだけの女だと言ったのか。うん。誰かに連れ去られ、あっさり女性が連れ去られよ。ちょっとやめてよ。もうこうしちゃいない。私を探しに行くぞ。ちょっと次の10時間まで待ちましょうよ。ガイドは死んだんだぞ。これからは10時間も自分で決めるんだよ。安全は？それも自分で守る。ガイドさんの目の届く距離にいても？死んだガイドの目が届いても？どうしたもないやろ。どうしようねえんだろう。どうしたの。あ、なんだその言葉尻が気になる。どうしたろう。ああ、私の人生で今日は最も不幸な一日だわ。私はね、嫌なことがあるとこれは夢だって思うの。すると必ず夢なのね。知らずらつだろ。じゃあこれも夢と思ってよ。もちろん夢よ。これは見ろ、このガイドの遺体は。これでも夢かよ。夢なら痛くないはずだろう。だがこれはなんだ。けれど、そうじゃないんだと分かる瞬間がある。それは、そこに遺体が残るからだ。分かるか？ここに遺体がある以上。これは現実の証なんだよ。死を悼むことが現実なのね。そういうことだろう。ちょっと待て。ちょっと待って。どうしたんだ。どうしたの。何が変だ。何か変だ。もう一回喋ってみて。もう一度この遺体を見て。一体何が起こってしまったんだろう。変じゃないか。普通だ。どう。普通かい。そういえば言葉遣いが変だ。ああ、あなたの言葉にうわーがつき始めるよ。どういうことだ。ああ、これは遺体じゃないわ。老人形よ。ほら、溶け始めてるもの。このガイドは老人形だったのよ。そんなバカなはずはない。だらー、老人形にこの旅が案内されていたっていうのか。そうよ、この老人形は熱風に溶け始めてるのよ。溶けるように消えていくわ。新しい
シルク、お前も必ずどこかにいろ。行くぞ、探してみせる。この草原の蜃気楼の中で老人形じゃないお前を。シルク、お前なのか、それともお前まで蜃気楼という牢でできた人形なのか。返事をしておくれ。私よ、なぜそんなことを言うの。こうしてお前を見ていて俺はまだ怖い。いつお前がいなくなるのかと思うと。どうしたっていうの、何があったっていうの。俺は一体何があったんだ。シルク、お前の手を取ると。取ると、何なの。そのまま蜃気楼の牢に溶けていくんじゃないかと。だったらこの手を取って、はっきりするんじゃない。怖いの。いや、たとえ俺が老人形に恋をしていたのだとしても俺は構わない。取るぞシルク、お前の手を。たとえ俺という現実が溶けていくのだとしても。どうしてだ、どうしてシルクが消えた。あの頂上の向こうへ連れ去られていくのを見たものがあります。向こうへ。熱い風が吹いたといいます。向こうへは誰もいないはずだろう。いえ、絹の国がございます。絹、聞いたことがない。型紙を持ってこい。ここに。あの日目に焼き付けた親父の型紙通り草原を縫っていた。そしてこうして再びこのモンゴルの草原に劣らぬ型紙を作り上げた。羊という羊が俺の野心の意図の思うがままになった。金の国はその思う意図の外にあります。この自由の型紙の外に何が。愛と申すものです。はい、それは金の肌触りをしております。愛は自由の外にあるのか。はい。親父の型紙はその愛を俺に与えなかったのだな。そのようです。なら俺に教えろ鈴様。え、私があなたに愛を手を取った。そうだ。いいんですか。じゃあねえ、天狗寺にちょっと座って。いやいや、ちょっとお前やめろ。ごめん、君が悪い。君が悪い。どうでしょう、私だってね、美しい言葉のように簡単には教えることはできないんですが。天狗寺、これは何だい。郵便抜きだ。そうさ、洋風から取って指抜きはエンゲージリング。安上がりでいいけど、粗末にするんじゃないよ。じゃあ、これは長い物差しだ。いって、何すんだ母ちゃん。これがとは愛だよ。はい。そうさ、それを教えなくてはいけなかったのは本当私なんだよ。でもね、それを教えようとすると父ちゃんが町までチク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 刺すんだよ。長いもの刺しと長い口は母が子に与える愛の小道具。そしてこの手のひらが加われば三点セットだ。手のひら。そうさ、頬を出してごらん。いって、愛は痛いだけだ。まずは痛みから覚えるんだ。それからほら、この胸に飛び込んでおいで。いや、いいよ。いや、いいから。いや、いいよ。座りなさい、座って。はい、かしこまりで。よし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 。どうだい？気持ちいいだろう？風呂にでも入ってるみたいだ。そうさ、愛は一言で言えばお風呂さ。お風呂に入って、ぷかっと浮かんで感じることがあるだろう。銭湯じゃダメだよ。一人で入ってる時だ。浮かんだまま、あーと言って頭がばかり乗る時があるだろ。あのお風呂さ、あのお風呂のことを羊の水と言ってね。お前が生まれてくる前はそこにいたんだよ。羊の水。そうさ、やがて羊が帰っていくところさ。なんだかぼんやりと分かった。ぼんやりでいいんだ。あとはお前が覚えていくことなんだから。俺は帰らない帰らない帰らない。原発なんでしょう。我がブランドは青き狼ではないのか。青き狼です。ならば征服できるはず。
あの万里の長城を越えたところにも青き狼を伏せることができるはずだ。どうするおつもりです？俺の型紙を作り替え、この自由の型紙の外へ羊を捨てる。羊を？やめとくれ、天神。我が流しの民族の自由の型紙を破り捨てるんですか？そうだ。ではシルク様のために。そうだ、あの一人の女のために、この青き狼は今まで手にした全ての羊を捨てる。シルク、お前のところへ行くぞ。万里の頂上に立って俺は初めて見た。羊の背中で埋め尽くされた群れの向こう、愛があるという絹の国は赤土の部屋だ。シルク、どこに隠れていようと、お前の道、シルクロードを探し当ててたどり着いてみせるぞ。
ねえねえねえ、生まれた。まだよ。ああ、もうそうか。もう少し落ち着きなよ。仕方ないじゃないの、初めての子供なんだから。初めての子って言ったってね。そうかの。あんたの子供じゃないんだから。そうよね。どうしてもっとそわそわしないんです。俺が父親じゃありませんか。黙って道を埋め。はい。少し落ち着いてくださいよ。しょうがないわよ、初めての子供なんだから。生まれてくる子供はどうでもよい。え、では何を気もそぞろに。近頃誰かに覗かれてる気がしてならない。え、誰に。こいつらだ。こいつらが俺を覗いている。俺を見学している。俺を観光している。もうマルキンを見つめないで現実を見つめてください。現実なんかどこにあったもんか分かったもんじゃない。え、血の流れていない人形ですよ。ああ、俺を計画してる。じっくり見てみろ、このマネキンどもの目を。血が流れてたの。私たち3人だけだったのよ、本当の人間を。黒人形見張ってた方がいいね。二人ともなんかふっと動き出して私たちに紛れ込むかもしれないもの。この老人形たち、隙があればいつでも動いてやるぞって感じよね。おさっと生きてんじゃねえぞ、すぐに向かっちまうぞみたいな。ああ、何よその気のない返事。いや、いいんだ。何よ、はっきり言いなさいよ。いや、これだけは言っちゃいけないと思ってさ。何よ何よ。いや、いい、はっきり言いなさいって。そうよ、言いたいことがあるんでしょ。分かってるだろ、言いたいこと。分かんないわよ。そうよ、何のことだか。俺たちも老人形じゃないのか。バカなこと言わないでよ。でもそう考えるのが自然じゃないか。俺たち3人だけが本当の人間だなんて、溶けて溶けていった他のやつらと俺たちの人間性とどこですよ。別に人間として選ばれている理由なんか何もないぞ。自分の人生聞いてみろ。聞いてたところなんか何もない。そういう自信のなさにつけ込まれて牢がつき始めるのよ。そうよ、私たちは平凡だったからよかったのよ。だから人間でいられるのよ。それとも何、いつかあの男みたいに老人形になって熱い風に溶けていくとでも言うの。そんなわけない。どうか私たちは生身の人間だろう。愛して憎
憎んで恨んで苦しんで、つまり生きるっていうことなの？だろう？だろう。よしよしよし、いい子ですね。お父様にご挨拶しましょう。どうして喜んでくださらないの？何を喜べというの？誕生ですよ。誰の？この子の。どうして？父親じゃありませんか。誰が？あなたが。出かけていく。どこ行くの？ゲームセンターだ。到着は？ロッテリアで行く。この子に名前だけはつけてください。それでいい。ロッテリアですか？名前は朝飯前だ。どうしてそういういい加減な態度なの？名前はもう考えてある。本当なの？あなた、コムサデ・バンリ。バンリ？むごい、キムの国の敵のデザイナーの名前をこの子に。役所に届けも出した。その名を背負って生きろというのね。来い、そのガキを貸してみろ。いやよ。貸せ。やめてよ。貸せ。いやよ。貸せ。やめてよ、乱暴は。ヤイバンリ、うちをただの洋服屋だと思ってくれるなよ。放っておくんです。どうして？どんな父親でも子供の寝顔を見れば心が変わります。なんとも可愛くない寝顔だ。顔いっぱいに命を張り付けたような顔をしてやがる。親は子より先に死ぬ。俺はそれが悔しい。お前が成長すればするほど俺は墓場へ追いやられるのだ。お父様、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 その肌だが、どんなにこすってもお前の肌は狼にはならない。
生まれた時からお前はいないも同じだ。お前は青き狼になる前、お前は幻だ。だいぶザラザラしてきた気がする。何をしているんだい、バンディ。こすってるんです。男なら、こすってこすってこすってパンパン、はい、小物にだねって。誰がそんなこと。父さん。あの子は父さんに憎まれた分だけお前のことも憎んでるんだろうね。あの子は同じことを繰り返すつもりだ。憎しみを繰り返すことが民族の歴史です。お前は利口だね。そのお前は鉄の日か、同じことを繰り返すのかね。ばあちゃま、僕はお父様のことをこれっぽっちも憎まないよ。僕はね、ニュージェネレーションなんだ。おばあちゃま、古いものは新しいものを信じてください。ああ、信じるよ。孫の前ではいつでもめくらだよ。お前も本当に利口だね。お父様、いや、つまらん。この野郎、俺に隠れてこんな勝手な型紙を作りやがる。ただの子供の遊びじゃないか。お遊びじゃ済まない。出来がいいのか。出来がいいんだ。才能があるんだ。親なら喜んでもいいところだよ。この野郎、俺が夜中ハッと目を覚ますと俺をじーっと見ている時が何を考えている。何と言われようと僕はお父様を信じています。今でじゃないか。俺だけ痛めつけて何も考えないわけがない。何を考えているんだ。何も考えてません。何も。何も。だったらお前バカだ。いいか、お前は俺にとってお下がりの女から生まれた子供だ。型紙だってお下がりで十分だ。新しいものだ。考える。ばあちゃま、僕はお父様を憎まないよ。偉いね、強いね。さあ、向こうに行きましょう。お下がりと言った。え、あの人は私をお下がりと言った。お下げと言ったんですよ。どこが、この髪型のどこがお下げよ。本当だ。手紙の中のデブジンはいつもこんなにも近くに感じるのに、あの人の心は遠くへ行ってしまった。テムジンの言葉はいつもこんなにも近くにいるのに。見て、今でも一日も欠かさず手紙は届くのよ。手紙は今でも熱いんですか。耳元にかかる息のように。時にあの人は私のことをとても大事にしてくれる。少し古ぼけた言葉なんかも使って。どうよ。ことほどさようにとか、名状しがたいとか、忘れなぐさのごとき君なりきとか。たびた銀の食器のような言葉を使うんだね。そう、まるで銀の食器。言葉の主はいつも近くにいるようだわ。どのくらい近くに。だから耳元すぐそばくらいよ。このくらいということですか。私はあの人にではない、手紙に恋をしたのね。手紙に。ええ、この文字を書く手に。本当に人間が言葉に恋をするなんてことがあるんでしょうか。職人の女房になるにはまずその手に恋をするっていうわ。一緒になってからこんな顔してたのって気づくっていうわ。テムジンにではなくて銀食器を作るテムジンのその手に恋をしたんですね。ええ、本当ですか。どうして念を押すの。その手を手繰った先に追いさらばれた武男がいたとしても。ええ、その武男に恋をしたはず。奥方さん。何？思い切って打ち明けます。どうしたの、改まって。まずこの私の顔に手を、それから肩に、そしてこの手に触れてください。うん。何かお感じになりませんか。骨太ね。あ、それだけです。あ、ちょっと待って。何か感じる。何を。ここまで出てるのよ。どこまで。だからここよ、ここ。あ、いや、そこは。何をしているんだ。今何をしていた。手を握っていたのよ。握っていたのは見ればわかる。なぜ握っていた。なぜと
言われても手を開きっぱなしの人間はいないでしょ。そうか。そうですよ。貴様、お前はそうやって俺を騙し続けてきた。鉄髪、貴様はおねえ言葉というわずでシルクと言葉、二つの服をわしに運んできた。私はあなたの服を。悪夢を払うんだ。あの子は悪夢。繰り返された悪夢だ。そして不幸の唇は欺瞞の耳に熱い息を吹きかけた。欺瞞の耳。鉄髪、そこに首を据え。待って、命を取る気なの。命は取らぬ。二度と言葉の喋れぬようベロを切る。待って鉄髪、止めろ。まだあなたには必要だろ。切るなら私の手を切ってよ。なぜかば惚れているのか。やったのか、この男だ。どうかのベロが、もうそんな言葉しかねえよ。よし、切ってやる。お前のベロを切ったら。ああ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 あ、もう服を切りなさい。上等だ。波じゃない、特上だ。その特上のため食ってやる。まだ起きられない、私上級に。お前は私の下から生まれた。そのお前、あなたの下から切るのかい。父さんを切るなら私を切りなさい。いや、私を。お母さんを切るなら僕を切るなさい。いや、私を切りなさい。私を切りなさい。いや、私を切りなさい。あ、何をためらっていますんですか。え、あなたは青き狼ではありませんか。そうだ、俺は青き狼。こんなに知らぬ家族の一つやった。あなたの通った後には草木一本あってはならぬ。人々を震え上がらせてこそ青き狼となるのです。人の噂は気にならないか。だからまず天狗したもののベロを切るのです。どんな噂も立たぬよ。それから全てを焼き払うのです。そして青き狼がここを通ったということを人々に知らしめるのです。そこに直れ。青き狼は人を救う。知らぬ人が青き狼を救う。青き狼が人を救う。知らぬ人が青き狼を救う。青き狼が次去りし草原の人々を斬れば、草原に生きられし人々は青き狼を斬る。青き狼が世界中の人間を斬る。世界中の人間が青き狼を斬る。征服した日、征服を斬る。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 青き狼を斬る。この人を斬るために、この人を斬る人間が増えていくね。人を斬る、人を斬る思いに取り憑かれている。ああやって身内を斬っているつもりなのかもしれないね。あの子は私たちのことが憎いんだよ。お母さんは僕には分かります。そもそも僕が憎いのです。いや、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 い
限り青き狼ですよ。世界が青き狼の制服を着る日ももう間近ですよ。本当にそう思うか人形。思いますよ。俺は時々無性に怖くなる。え、何がですか。人の噂ですか。死んでからの評判ですか。見ろ、この前の新作の批評だ。それはまるでファッションショーなどではなくファッションのショーだ。何ですかこんなもの。この制服が俺の理想の制服なのか。そう思うと時にミシンを踏まわしが止まるのだ。自信を持ってた。これは俺ではない。時にそう思う。まるで二人の人生を生きているようだ。忙しすぎたからですよ。心臓が両方についてるくらいドキドキするんだ。私は四流です。モデルとは言ってもデカ四流です。なんで急に。ねえ、何やってるの。ああちょっとモデル。そこまではいいの。モデルという言葉でみんなの目が輝くけれど言葉は続く。ねえ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 、どんな仕事やってるの。そこで四流がバレる。新聞の折り込み広告の婦人服専門のあれ、赤い文字で19,800円と書かれた9と8の間で笑っているあのモデルとは言えないでしょ。あの9と8の間でこんなんやってるの。1と9の間でこんな風な時もありました。でもそのモデルとは言えないでしょ。なんて言った。ああちょっと広告関係って言って慌てて話題を変えました。でもその私が今や青き狼の専属モデルです。私はこの座にしがみつきますよ。誰もが少しはいい暮らしを始めると野心や征服心を卑しいものに貶めるけれど、私はもう誰が何と言ったってあの9と8の間でこんな風に笑ってるのはごめんです。私はあなたが世界に制服を着せる日のファッションショーの晴れ舞台にモデルとして立ちますよ。ありがとう人形。もうじきですよ。それまでは何と言われようと残忍なあなたでいてください。忘れないでいてくださいよ。私はあなたの制服心のファンなんです。私は80になってもいいえ800になってもあなたの制服心を着るモデルですよ。ためらうな。ミシンを埋め草原を広げろ。野心の糸を紡いで青き狼をその胸に縫い付けろ。そして追いかかれ大草原の夢を縫え。もうじきだ。この足踏みと草原をつなぐ宿命のベルトが俺に世界を運んでくる。モンゴルに生まれた戦のミシンが世界を手にするぞ。ビーラミンが見渡す限り一面青き狼だ。俺は世界を手にするぞ。
この青い狼が大量に作られているのだ。すぐさま兵を派遣しよう。青い狼を殺そうだ。まだ帰らぬか、西の知恵ですものは。はい、またしても繰り出す兵のことごとく最悪に飲み込まれていくのはどうしてだ。つわものたちは皆朦朧と戦う心を失っております。そんなはずはない。この左の胸の青狼は戦う心のお守りだ。何者だ。最果ての一歩手前から戻ってきたつわものです。あ、左の胸のお守りも何の役にも立ちません。流行り病にかかっております。どんな流行り病。流行りという名の病です。今やファッションという業界の戦前では常に何かが流行っていないと不安になるのです。病が流行っているのではなく流行りが病なのだ。不安はやがて疑いへと変わり、これでいいのだろうか、どうだろう、どうしたもんだろう。牢が流れ続けるのか戦場に。はい、血の代わりに。しまいにはどうなる。自分でさえ疑います。本当に自分は自分なのだろうか。そして死んでいくのか。死ぬ時でさえ血は流れません。牢が流れるのか。現に死んだ後には服しか残りません。この病にかかると人間が服になるのだな。もはや誰の手にも負えぬ流行り病です。誰の手にも。本物の青き狼、あなた以外のものはどんなものも最果てに溶けていってしまうでしょう。最果てでは青き狼だけが生き残るのだな。そうだろうとしか言えません。そうだ、そうなんだ。そうと言え。我が息子万に誇りあります。いたろ。はい、生まれた時からずっとあなたのそばに。目に入りにくいやつだ。お前が目に出るほど可愛がらないからだよ。母さんまでいたのか。お前が生まれた時からずっとお前のそばに。バリ。はい。羊の血の西へ出向き、そこにいる偽物の青い狼の皮を剥いで代わりに青き狼を伏せてこい。でも僕はまだお父様から何も教わってません。青き狼を西の羊様に捨てろ。その時お前は青き狼、その時お前は教わるのだ。お前何です。ただでさ、妙力なこの子をエタラの中に病の歯所と知恵送るというのかい。俺の代わりだ、光栄に思い思います。こんな時に白草何やってるんだい。白草、白草、白草、何やってんだい。一丁一刀。あ、ほら皆さんどうしたか。お騒ぎで原発。はい、二人で何をしているの。はい、シルクとお前ら二人で何をしていた。二人でテレビを見てました。テニスをしながらテレビを見ていたのか。いや、テニスをしてました。どうしたんだ。テレビ。やったからやったって言えばいいんだよ。やってません。やりました。そんなことは誰でもいいから。エマジンがバンリよ。バンリってどうなんだ。エマジンよ、この顔私の子でもあるんです。こんな見なり姿の女に母を名乗る資格がない。私は母を名乗ったよ。母さんは黙ってろ。おやじ黙るんじゃねえ。なんでそういうの。おやまに。お前は所詮モテるわけなんだ。私だってもっとモテるんだよ。母さんは黙ってろ。おやじ黙るんじゃねえ。なんでそういうの。おやまに。お前は所詮モテるわけなんだ。デブに。分かったわ、私も行きます、この子と共に。私だって行くよ。可愛い初孫を危ない目に合わせるわけにはいきませんからね。原発の方も行ってくれるわね。はい。というわけでジムジン、あなたは一人で留守番ってことになるけど、頼んだわよ。しっかりと野菜も取るんですよ。ちゃんと洗濯もしてくださいね。女房がだらしないなんて言われたくありませんから。さあシルクさん。ええ、お母さま行きますよ。ちょっと待て。どうして話があらぬ方へ行くんだ。だったらあなたもあらぬ方へ行きます。え、こんにちは。西の羊ツアーと伺いまして、パンフレットをお持ちいたしました。はいどうぞ、はいどうぞ、はいどうぞ。団体だからね。もちろん勉強させていただきます。あ、こちらがご主人様で、どうもこの度は。この度などと観光するわけではない。
ジンギスカンと行く7日間の旅と伺いましたが、どうして俺がこんな展開に巻き込まなければならないんだ。俺は英雄だぞ。家族というのは英雄でさえも台無しにしてしまうものなんですね。おばあちゃま、お母様、お父様、いえ、青木狼。なんだ改まって。僕をぜひ一人でその地へやってください。青木狼が手を焼く青い狼のさまよう声へ僕を行かせてください。僕はそこで強くなるんです。そしてこの群れを治すんです。あなたはね、ゆくゆくは青き狼の後にならなければいけないお方なんです。それは俺が決めることだ。手主。なんだ。青き狼その人が行くべきだ。そうだわ。どうして俺だけを生かせたかった。お前たち、俺はやめてください。皆さんやめてください。僕がいいのです。僕が行くんです。僕が行けばいいのです。初めから分かっていたことです。父が言う通りです。青き狼を西の羊に着せるとき、僕は青き狼になるのです。どうか父よ、僕に勇気のビザをお与えください。乗船時間が過ぎております。見送りの方は船を降りてください。頼んだよ。ばあちゃんは必ず女神を書くんですよ。お前は女神の人を務めたらね。すぐに戻ってきますよ。出航です。シルクでも羊でもない。
新しいヒーローを探している。どのような？人には明かせぬ。どうしてです？親父を見て覚えた。新しい型紙を作るとき、それが出来上がるまで、たとえ我が子であろうと、そのことを明かしてはならんと。私は四流のモデルです。だからそれは聞いた。私はただの人形なんですよ。人形？小さい頃からあなたのそばにいて、年も取らず、あなたをずっと見続けてきた人形なんです。バカ言え。あなたの独り言は全て聞いてきた。今でもそうです。あなたは誰かと話しているつもりかもしれませんが、はために見ればこれは独り言です。本当なのか？あなたが私と喋るときはいつも、その人には明かせぬ胸の内を喋り続けていたときなんですよ。だったらいいのか？お前にだけは話をしても。ええ、恐る恐る。一台のミシンは今真夜中にいる。真夜中の人形は何も言いません。真夜中のミシンは朝を夢見ている。真夜中の人形は何も言いません。この朝は夜会服に光るシルクとも違う。真昼の暖かさで包んでくれる羊とも違う。シルクでも羊でもない新しい朝だ。朝き夢にし、えいもせずだ。この新しい型紙を作り上げるまで、このミシンの前から離れたくないのだ。この新しい型紙をどこで手に入れたと思う？かげろうが立つ朝の大河のカーモンハイダーだ。かげろうは人に夢を見せる。それさえできれば、青い狼などという偽物に化けされることはない。俺が化かすのだ。人形は何も言いませんよ。そうだ、朝日夢ももうじきだ。人形は何も言いませんよ。ただただ何だ？そのようにその朝をこの人形に着せては朝日夢を語り、もうまずかと思っている胸の狼をご覧ください。どういうことだ？これは青き狼ではない。ええ、青い狼です。どうしたことだ。これはもうその朝さえ青い狼に盗まれているんです。誰にも語らなかった胸の内がどうしてもう盗まれているんだ。もう朝です。この朝は夜見た夢が盗まれた朝です。シャネルの大河にカゲロウが立っています。青き狼自らがそのカゲロウの中に入っていってやる。そこで見るものは夢とうつつのつづれより、人形が人を化かすように夢にうつつが化かされます。気をつけるんですよ、テムズ。青き狼が青い狼に化かされるというのを言うのか。タイヤ、朝抜いてすぐタイヤに入っていったのはテムジンだ。来てみろ、テムジンを。いや、あのまま死なせてしまえ。青き狼はテムジンしかいない。そうだろうか。そうだろう。あれが青き狼だろうか。あれでも青き狼だろう。シャネルの大河がろうろうと寝始めた。カゲロウが立つぞ。その朝のカゲロウにおうろうと入っていくぞ。ミロ、向こうからも誰かが渡ってくるぞ。蜃気楼の向こうから渡ってくるぞ。いそいそとどこへ。まるで恋人に会いに行く10代のように。いそいそなどしやがる。折って話がございます。話を折に入れるのか。ええ、折に入れなければならぬほどに危険な話でございます。ならば危険。鉄髪様、近頃のテムジンの戦いぶりをどう思われます。
テムジンが踏むミシンのベルトはもはや外れている。誰もが誰もがそう思っております。誰もが無理やり皮を剥がれ制服を着せられた者ばかりではありません。ミシンを踏む兵士たちもジンギスカンをよく言う者はおりません。このままではたとえ世界に制服を着せたとしても青き狼の名は悪名として轟くでしょう。後世の者は青き狼を残忍な者を例えとして使うでしょう。それが俺には悔しい。お前たち小さい時は何人いないか。鉄道の運転手です。私はプロ野球選手です。スチュワーデスです。パパさんです。私は恥ずかしながら相撲取りです。お前たちはモンゴルの出ではないな。はい、ただの旅人です。モンゴルの少年ならばな、青き狼になりたがる。モンゴルの少年は青き狼を夢見る。その青き狼が今ではモンゴルの悪夢だ。今のうちです。今ならば青き狼は青き狼のままでいられます。何が痛い。我々は青き狼を守るために決起することを決めました。もはやテムジンの旅には誰もついていきません。我々は射程を得意、別の方を青き狼に仕立てようと思います。これは青き狼の暗殺計画だ。いいえ、青き狼は永遠に死にません。死ぬのはただのテムジンです。青き狼は麗しく旅人として人々の左の胸に残るんです。永遠のブランドとなって。一体誰を青き狼に仕立てようというのか。万里様ならば人々に愛されます。万里。はい。生きろ。ええ、7年越しにかくまっております。万里様から預かった手の陣宛ての手紙です。なんとある。ありにく我々は字が読めません。預かろう。これは俺が手口に届ける。する必要はない。我々は常に万里様に決起を打ち明けました。その返事がこれです。我々に読んでください。我々は知りたいのです。万里様が決起するか否かをです。お母様、おばあちゃま、伊水の国の祖国の皆様、そしてお父様。
お元気ですか。万里は今、旅の空の下、あいにく病の床に伏しております。私もまた案の定、流行り病にかかってしまいました。すべての信じていたものが炎に近づいた老人形のように溶けては陽炎となり、朦朧とした脳裏の中で、お父様、私はあなたを。どうしたら、鉄髪、ひとまず高松呼んで。よろしいですか。はい。お父様、私はあなたを憎んでおります。この旅の空の下に私を送ったあなたを憎んでおります。いえ、おそらく初めてあなたの瞳を見た日からずっとずっと憎んでいます。あなたを殺すことだけを考えてきました。おばあちゃまの前でお父様を愛しているというたびに、断るたびに、それが重なるたびに、この旅はあなたを殺すことを夢見るたびに変わっていきました。私はいつかあなたを殺すだろう。そしてあなたを食べるだろう。やがて私は青き狼になるだろう。ふと気づくと、私はそんな思いに取りつかれているのです。それで私は自分が病に伏していたことに気づきます。病の床で見たあの鉛のように重い悪い夢だったことに気づきます。けれど不思議な思いが流行り病の枕に残ります。私は本当にあなたを殺そうと思っていないだろうか、憎んでいないだろうか、今見た鉛の夢の中だけであなたを殺そうと思っているのだろうか。これはただの鉛の夢ではない。再び朦朧としてきます。その繰り返しから改め続き、七年朦朧と旅して、私は未だあなたの偽物だという青い狼に出会いません。私は思います。青い狼はここにはいません。どこにいるの。あなたたちの中にです。心の中ということは、あなたたちの中にです。私たちの中の誰かということ。私はこれであなたに七度手紙を送りました。けれども返事が届きません。朦朧と私は思います。この手紙は青い狼の手で焼かれているのではないか、届いていないのではないか。もしかしたら今これを読んでいるのはお父様、青き狼、あなたではなく青い狼ではないだろうか。そうだろう、きっとそうだろう。私が送った本当の手紙はろうそくの炎で焼かれているのだろう。その炎が私の思いに垂れ込めてきました。戻ろう、戻ろう、羊の国に戻ろう。けれど私はもう戻れないだろう。稲月、旅の空の下、万里、愛する青き狼に。誰かが焼いていたのです、この手紙を。俺の耳が聞いた通り。テムジ、俺を殺そうと7年越してバリと通じている者が、俺の耳がそうささやかに。そして俺の手がその証を使いました。テムジの肩身を盗みつけた青い狼の正体をこの手にした。そう、その手にバリ様はその手紙にお書きになりました。今その手紙を読んでいる者が青い狼、今その手に手紙を握っているものが青い狼だと。今その手に誰が握っている。いえ、この手紙を握っていたのはこの男です。エネギーの規制とは妖怪に表すこと。手打ち、どうか俺を信じてください。俺はこの耳でこの男の企みを聞き、この目でこの手紙を読んだのです。どうか私を信じてください。万里様は知っていました。手紙を読めるのは潔白、この男だけだ。最後は必ず潔白の手で手紙が読まれることを知っていたのです。だから手紙を読むその手を青い狼と呼んだのです。この男だ、青い狼だ。違う、手紙を出すために燃やされる万里様はそのことを知っていたのです。だから手紙を燃やすその手を青い狼と呼んだのです。誰がその手を見た。俺の目が、もう一番の目だけがな。人形、お前はどちらを信じる。この手紙を読めるのは潔白だけです。だから道理でも読めるのです。出任せに読んだときのか。そうは思いません。けれど誰も何もわからない。ここにとどまるこの言葉のことを私たちは誰も知らない。大草原を行く私たちはここにとどまる旅ではありません。
だから言葉もとどまるものよりもとどまらないと、とどまろうとしないものを信じるべきです。とどまろうとしない言葉、流れていく噂のことです。俺の耳に入った密告を信じろという。しかしその密告の血が青い狼の口だったらどうするんです。違うんだよ結末。え、私の口なんだよ、私の耳が聞いてしまったんだ、二人の六つごとを。お前の耳にどう流れ込んできたその言葉。もしもテムジンが死んだらと、テムジンが殺されるならと。こいつらそう言ったのか。言った、私の口が。けれど今あなたのそばにいて、あなたを殺してやろうと思わない者はいないのよ。一代のミシンを愛する者が俺のそばにはもう誰もいないというのか。いないのよ。血髪、いや青いよ、そこに直れ。タイムで、お前は任されているんだ。そう任されてきたお前に。違う、カゲロウに五つが、人形に人が、青い狼、青き狼が任されているんだ。もし今俺を斬るならば、お前はその青い狼たちが大草原の海をろうろうと上がってくるぞ。逆だ、お前を斬るとき青い狼は消える。青い狼を斬るとき俺は世界に青き狼を捨てることができるのだ。さあその男の皮を剥ぎ取り、代わりに俺の戦士を連れるのだ。あれ、おい、ケムジ、俺の今の言葉も、もうお前の耳には届かるまい。お前の言葉は隙間風の値打ちもない。だが最後に洞察の日は消す。風の音にだけは耳を貸せ。俺の耳はお前に前貸しを続けて、あの世で返す。テムジ、この手紙は俺が書いたんだ。バカを言え。俺が代わりに書いた。俺がシルクに手紙を送ったように。アニメはシルク様を慰めるため、ただそれだけのため、だが送るために手紙が届かる。次に俺は青い狼がこの手紙を焼いてることに気づいた。だから七度手紙を書いて、今日やっと青い狼が俺の手にかかったというのに。このビエロに邪魔されてきた。ケムジ、まずこの男のペラを切ります。なんで今私がもらった手紙を飲み取る。この手紙は原発と同じ文字かどうか、その辛いなら私にも分かるわ。その辛いなら待ってくれるわ、ケムジ。ケムジ、言葉を続ける腕を切ります。待て、シルコ待て。同じだ。血髪、お前は青い狼ではなかったのだ。俺は今日まで気づかなかった。お前の覚悟しているのはこんなにも難しい。気をつけろと言ったのに、テムジン。青い狼に化かされたんですよ、人形が人を化かすように。青き狼は青い狼に出向いてやる。朝の肩髪を広げろ。覚えているぞ血髪、
お前が教えてくれた初めての美しい言葉。着ることは生きることだ。脱ぐことがたやすいより死ぬことはたやすい。俺はいつでも脱ぎ捨ててやる。俺はまだまだ着続けてやる。生きて生きて生き続けるように着るのだ。生きて着るのだ。着て生きるのだ。俺は着るぞ。俺は生きるぞ。この制服を脱いでたまるか。俺はまだまだ着続けてやる。意志を踏め、意地を踏め。
た。何はやめろ、何はやめろ。偽物め、偽物め。青い狼が偽物生まれ始めた。青き狼が偽物生まれ始めた。奴らは自分のブランドを本物だと信じているんですよ。奴らは自分のブランドを本物だと信じてるんですよ。迷うな。踏んで踏んで踏みつけろ。奴らがついてこれるほど日進を早く埋めもよい。それだけのことだ。
これが脱ぎ捨てた制服の下で草原の朝が悠々とうねり始めた。これが俺が夢見てきた朝だ。栄もせず夢見し朝き夢だ。俺は世界に青き狼の成功を伏せることばかりを考えてきたけれど、一代のミシが見てきた夢は成功を伏せることではない。脱がせてやることだ。人々が着込んでしまったものを脱がせてやることだ。すべて脱ぎ捨てたとき、俺はそこで青き狼の夢を見ることができるのだろう。そうなるだろう。俺は今カゲロウの中で浅き夢を見ているのだろう。いいえ、鉛の夢を見ていたのですよ。もう化かされるものか。流行り病の床に流れ込んだ重い重い鉛の夢から今目が覚めたのですよ。目が覚めるたびに鉛の夢に七たび戻り、やっと目が覚めたのですよ。さあミシン4組、お前の制服シーンはこれから初めの針が入るところだよ。誰に語ってるんだい母さん。生まれてくるお前にだよ。俺はまだ生まれてないのか。そうさ、羊が水を飲むところにいるのさ。羊たちの丘にこの一台のミシンが見てきた夢は生まれる前の景色なのか。はいはいはい、生まれたか。まだよ。ああ、そうか。もう少し落ち着きだよ。仕方ないだろ、ゆうべの子だから。そうだね、あんたの子だね。あ、俺の子だ。名前をもくれた。なんて名前。テムジン。テムジンか、いい名前だね。ああ、この子はきっとモンゴルの少年ならば誰もが夢見る青き狼になる。お腹の中でそんな夢を見ているのかもしれないね。それともこの一台のミシンの夢は死んでいく俺の景色なんだ。だったら慌てることはない。慌てるのは生きている時だけだ。俺の葬式は青空の日を選んでいる。それもとびっきり真っ青な青空だ。ただ見上げればよかったのだな。モンゴルの空の青さがここにある。空の青さは世界のどこまででも続いているのだ。この世が生まれた時から空の青さは世界の征服なのだ。その青空の風と光の中に俺の骨を砕いてばらまき、モンゴルの草原に向けてばらまき、熱い風と白い光が俺をモンゴルに返してくる。その日俺は生まれるだろう。ミシンが夢を見た日、俺は産声を上げるだろう。着せたらいいかしら。
付の方で CD も販売しているので、ぜひともお買い求めください。お手元にあるアンケートをご記入いただけると嬉しい。本日はお越しいただきありがとうございました。ありがとうございました。